本日はオータムコンサートをご視聴いただきありがとうございます。ただいまより配信を始めていきますのでください。
Thank you.
皆さんこんにちは。六大学ピアノ連盟26代理事長を務めております早稲田大学教育学部2年の山崎玲と申します。本日はお忙しい中、オータムコンサートライブ配信をご視聴いただきましてありがとうございました。新型コロナウイルスの影響でなかなか演奏会ができない難しい状況ですが、このような状況でもこういった形で演奏会をベースオントップ様のご協力のもとで開催することができました。この場を借りてお礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。そうですね、感染症が今後どうなっていくかなかなかこう見当がつかないですが、当連盟の方でも知恵を絞ってなんとか皆さんが演奏できる場を作っていきたいと思いますので、今後ともぜひ温かく見守ってくださればと思っています。最後になりますが、12月6日にも本日と同じ時間帯、14時から16時でこのようにライブ配信を行っていきますので、お時間ある方はぜひそちらもご覧いただければと思います。以上をもって理事長挨拶とさせていただきます。本日ありがとうございました。